さて、さて、萩原さん行ってみましょうか。そうだね。オーラニスモでございます、はい。なんか突然出てきた感じしますけど。そうだね。なんかこうプレミアム路線と違うところにいきなり来ちゃったかなっていう、うん。そうなんですよね。オーラがプレミアムで、そうそう、オーラニスモはかなりスポーティーな方に振ってますよね。ね、だから、うん、ノーとニスモでいいのにね。なんでオーラにしちゃったかね。そういうとこなんですよね。うん、でいきなりまず走ってみちゃおうということで。そうだね。そうです。でこれ今さ、はい、パワーをっていうかイグニッションをオンにすると、はい、エコなんだよね、デフォルトが。エコモードなんですよね。うん、そうそう、うんうん、エコモードなんだけど、なんかいきなり結構パワー感あるね。なんか解説、さっきねプレゼンの解説によれば、うん、オーラのスポーツモードに相当するのがエコモードって、もうわけわかんなくなっちゃってますよね。そうそうそう。乗り心地がここの2つ目がね。あ、そうですね。ああ、なるほどね。解説のレーダーチャートに入ってたさ、はい、まあ乗り心地はちょっとねってあったけど、うん、なんかあんまり影響ないね。全然影響なさそうですね、うん、これね。ていうか、いきなり萩原さん早いですね。結構いやいやいや、これちゃんと走れてますね。いや、ちゃんと、全然ちゃんと走れてるよ、うん、でこれでさ、うん、加速すんじゃん、はい、こういくとさ、この実はね面白いのは、はい、パワーは変わってないのよ。そう、100kW 変わってないんですよね。変わってないの、うん、だけどエンジンで発電してモーターで駆動する関係で、はい、で要するにエンジンがいっぱい発電してくんないと、うん、パワーがついてこないわけじゃん。そうですね。なのでないものは出せないわけですよね。そう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 、うん、ノーマルの場合には、うん、パワーが高速域になるとどんどん落ちちゃうんだよね。そうそうそう、それがちょっといいパワーの、ね、そう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 、まあ、弱点でありみたいなね。だけどそれを落ちなくしてるんだよね。そうですね、うん、だから加速の伸びが持続すると。ニスモ専用チューンだって言ってましたね。そうそうそう、うん、はい、これからスラロームに入るんで。このスラロームですね、はいはい、ちょっとここはあれかな、ニスモモードにしてみようかな。はい、ニスモモード、はい、でパイロンこれどれぐらいかな、15メートル間隔ぐらいかな、うん、ああ、なるほどね。だが一発で決まるな、気持ちいいね。ああ、パイロン抜けるあたりからこうアクセル当ててるじゃないですか、萩原さん。ああ、そうだね。その時のレスポンスがやっぱこうグッと来てますね。グッグッ、そうだね。まずトルクをスパッと立ち上がるのは、うん、そのモーターはみんなそうなんだけど、 そうですね、そこをあんまり極端にしちゃうとさ、ギクシャクしちゃうから、はいはい、そこら辺のチューニングが必要なんだけど、うん、それすごくうまくできてるよね、うんうん、今スラロームやってる時の力強さのつながり感みたいなのが、はいはいはい、こう途切れ途切れになっちゃうっていうのがない、うん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 、コントロールしやすいね、うん、それで今スラロームでさ、はい、感じたのは、はい、加速だけじゃなくて、うん、減速が良くて、はい、ベースのオーラだと、うん、スポーツモードにした時とか、はい、減速力も高くしてるのね、はい、でその減速度がちょっと強すぎて、うん、慣れないと、うん、アクセルを戻した時に車が少しインに向きがちょっと変わっちゃうようなところがあって、うん、そしたらニスモでやっぱり走り重視はやっぱりそうしてきたね。そうですね。面白いね。面白いですね、うん、ここら辺のバランスはね、まあいいよな、うまいよね。ハンドリングどうですか。ね、うん、応答の遅れがないんだよね、全くね。でノーマルのオーラだと、はい、こういうとこを走る時も、うん、結構なロール感があるのよ、うん、なるほどなるほど。応答の遅れはなく、うん、ロール感があって、うん、それはそれでこういい意味の粘り腰みたいな、はい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 、ちゃんと踏ん張ってくれてるなっていうのが、うん、実感できて、それはいいのよ、はい、とってもいいと思うんだけど、ただスポーティーっていう意味で言うと、うん、やっぱりロールの量としてはちょっと大きいかな、うん、大きめなんで、うんうん、どうなのかなと思ったけど、ここがまた上手にチューニングしてきたよね。でこのほらロールしてるんだけど、してます、ね、その最大ロール角みたいなものを、うん、やっぱりちゃんと考えてて、うんうん、どこまでが
あのスポーティーな車としてのロールの許容範囲かなみたいなを、うん、いい塩梅ですね、うん、そう、いい塩梅、すごくいい塩梅、うん、でガチガチな感じではない、そうそうそうなんですよ、そうそう、これこんがまたいいよね、うん、ちゃんとロードカーとしての役割も踏まえつつスポーティーさも出してると、そうですね、はい、これいきますね、これアクセルスッと戻して踏んで、うん、スッと戻して踏んで、スッと戻して踏んでって、これすごくいい、いいじゃないですか、リズムがいいでしょ、だからスッと戻した時の向きの変わり具合が自然なんだよね、うんうんうん、割とだからそのサスの動きとしては、うん、ベースのオーラよりも締まってるけど、はい、ピークがないんだよね、とんがってるところが、そう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 、とんがってるとこがないのと、うん、あとね今走ってわかると思うけど、はい、実はこのミシュランのパイロットスポーツって、うん、ちょっとね打音がねトトンってやつ、トントンっていう、そう、あの、うん、鼓音みたいな、はいはいはい、太鼓叩くみたいな音が出がちなんで、うん、はい、それが気になったら嫌だなと思ったの、特にほら基本静かじゃんこの車、そうそう、基本エンジンの音ほぼしないですからね、だからそれが強調されちゃったら嫌だなと思ったら、全然これ本当にミシュランっていうぐらいないですね、ダウンしないよね、ベースの車が相当静粛性気使ってますから、うん、 そうだね、その辺あるのかもしれないですね、ちょうどその鼓音みたいなのにパコンパコン言っちゃうような音の、うん、周波数帯をうまくこうフィルターをかけたような遮音ができてるのかもしれないね、うんうん、そうですね、うん、あの音が出ちゃうとね乗り味が途端に安っぽくなっちゃう、あ、これ助手席でも感じる、この路面の、いや感じてますよ、この継ぎ目を通過した後の収まりの良さ、いや もちろん感じてますよね、いいよね、全然あのあれ足締めたのかなって思うぐらいの、うん、あのピークがないんでやっぱり、うん、そうだよね、本当はねこうガツッガツッって来そうだなと思ってたんですけど、うん、ないなと思って、そうだよね、てか前のニスも、あ前のノートニスモ S の乗り心地が結構ピークしてたんで硬かったんで、なるほど、ね、どうなのかなと思ってたんですけど、うん、やっぱだいぶ日産も変わったんだなと思って、こういうパワー伸びていくんだよね、これがいいよね、だからこの時にさ、はい、今さ、はい、でエンジン回転数も上げてるわけなんだけど、はい、ここをさ本当はホンダフィットみたいにさ、はい、回転の上げ方をステップ制御にしてほしいよな、あーそうですね、うーんってやってほしいんだよなそうするとねこうちょっと湧いてきますよね気持ちもね、そうそうそう、うん、あれはホンダうまいんですよね、あれがねやっぱホンダいいなこういうところ最近ホンダちょっとつまんなかったけどこういうとこいいんだよなってね、うん、オーラの時に開発の人にそれできないですかね、スポーツモードの時だけとかね、はいはい、ステップ変速的なものをね、そう、はい、そしたらやりゃもちろんできると、やりゃできると、だけどそうするとエンジンが強調されちゃうと、うん、なるほど、その EV であると、そうを強調したいから、うん、エンジンの、うん、がに何かを、うん、価値みたいなものを、うん、あんまり与えたくないですよね、そうだよねこと言ってたけどね、そういう意味でいくとホンダは、うん、本来ほとんどシリーズハイブリッド、うん、EV みたいに走る車なのに、うん、なぜかエンジンの音、そう、存在感を消せないでいるというか、そうそうそう、出してしまっているというか、むしろ出してそれが気持ちよく出す、そう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 メーカー感の違い面白いですよね、うん、そうなんだよなあと今のきつめの SG なんかでも、はい、すごくちゃんと追従するよね、うんうん、でやっぱりリアの剛性上げてたり、はい、あのフロントのバネは結構硬くしてて、はい、あのリアは少しフロントよりは抑えめの手の加え方なんだけど、ね、リアブレース追加してるってことですよね、そうそうそう、うん、フロントに対してそれでもちゃんとリアが追従全く遅れなくて追従して、はい、切り返しに追従してくるあたりは気持ちがいい、これまあオプションなし、まあこれね今乗ってるのは40万ぐらいするレカラシートオプションついてますけど、うん、なしで280万って考えたら、うん、まあいいかもしれないな、ありだよ ね、うん、このレカロもあれだね、本当にフィット感いいよね、肩回りのね、そうそうそう、うん、ガチガチじゃないし、
仙台ノートニスモ S のシートのこと言っちゃいますけど、うん、サイドのシートのサポート、うん、太もも周りのところがすっごい高くて、うん、乗り込みしにくかったんですよ、うん、あここねそうそうでもこれねほぼないんですよね多分やっぱり体をこう面で支えるみたいな構造になってるんだと思うんですけど、うん、これ普段使いでも全然問題なさそうだなと思ってそうだね、うん、オーラは上質で目指してるところの、うんまあ、プレミアム感ね、はい、プレミアムじゃないよあくまでもプレミアム感ね感ね感はうまく出してると思うんだけど日産はプレミアムと言ってますけど言ってるけど萩原さんはプレミアム感いやいやあのよくできてんだよ、はい、だけどプレミアムっつうのはさ違いますねお客が決めるんだからさそうですあの我が社はプレミアムだよっていうのはそもそもおかしいんで、はい、あのプレミアム感はねあの本当に上手に出してると思うんだけど、はい、まあスポーティーかっていう意味では、うん、そこをあえてそんなに特に FF はね、はい、狙ってなかったんだけど、はい、ニッシモはそこら辺のバランスを上手にやってきたよねそうですねあ、うん、あのスポーティーさをちゃんと際立たせておいて、はい、でもせっかく獲得したプレミアム感を、はい、ほとんど犠牲にしてないよねそう失うことなくねそうそう、うんうん、特にリアのね、はい、空力とかももうこの速域今100キロ近いけど、はい、が相当効いてると思うんだよねいや効いてると思いますね、うん、でやっぱりこの今直進状態で、はい、こうレーンチェンジをした時なんかの、はい動きの良さとかセンターの収まりの良さとか、はい、打を入れて戻してこうやってピタッと収まっちゃう、うんうんうん、こういうところってそのステアリング系の制御だけじゃなくてやっぱりリアのね空力をちゃんと本物志向で、うん、あのレーシングノウハウを投入して作り込んだことで、うん、ちゃんとリアタイヤの接地性の向上を空力で稼いでるっていうねそうですね、うん、ここら辺がね、うん、出ていて、うん、でそこら辺がその日常のね、はい、本当に安心感にも上手につながるよねそうですね、